自己紹介のムービーを撮るの？前もやったから別にいらないと思うんだけど。え？部活を続ける上での心境の変化を聞きたい？仕方ないわね。じゃあ少しだけ話してあげる。ちゃんと聞きなさいよね。私はミューズで作曲を担当しているの。曲作りは基本的に一人で、応援してもらったり意見を聞いたりすることはあるけどね。そこは私だけでやっていこうって思ってたし、私だけでやっていけるって思ってた。ただ私たちをサポートしてくれるあの子が来てからちょっと変わったかな。あの子も作曲が得意なの。専門的な意見が聞けるのは悪くないわ。作曲を担当する者同士、うまくやっていけそうな気がするのよ。は？別に仲がいいとかそういうことじゃなくて。もう変なこと言わないでよ。ムービー撮影はこれでおしまい。はあ、あんな感じでよかったのかしら。まあいっか。あの子が来てから作曲の環境が変わったのは確かだし。あ、マキちゃん、自己紹介のムービーは撮り終わった？まあね、うまく言葉にできたかどうかわかんないけど、小鳥はもう撮り終わってるのよね。今日は部活の練習はできないわね。あ、小鳥はあの子と一緒に次の衣装のアイディア出しをする予定なんだ。もうすぐ来ると思うんだけど。え、待って、あの子も来るの？今日は来ないって聞いたわよ。うん、どうしても今日中にアイディアをまとめたくて無理にお願いしちゃった。そう、あの子衣装作りもできるわけ？お裁縫はそんなに得意じゃないみたいだけど、でもアイディアがすごく新鮮で、話してるだけで小鳥もいろんなアイディアが浮かんでくるの。ふーん、作曲のことをたくさんサポートしてもらってたから、私以外のこともそんなに手伝ってたなんて知らなかった。ってこれじゃあの子を独り占めしようとしてるみたいじゃない。何か言った？何も。もし時間があるならマキちゃんも一緒にアイディア出しやる？いや、やらない。今日は忙しいの。悪いけどまた声かけてくれる？ありがとう。今度マキちゃんの意見も聞かせてね。それじゃあ私はあの子を迎えに行ってくるね。なんか調子狂ってきちゃう。もうどうしてあの子のことばかり気になっちゃうのかしら。